Among these is a very unique one, which is being constructed. This one. An ocean surface wind turbine with a water turbine attached beneath combine to generate electricity in this hybrid, the Squid. This revolutionary concept has been widely acclaimed and in 2013 won the Good Design Gold Award. The reason they chose the acronym Squid, or IKA, its name from the squid drying machines that one sees in the town of Yobuko, Saga Prefecture, where a prototype is to be set up upon its completion. これを海に浮かべて電気を作るんです。へえ、海に？海は風強化圏4もあるだろうね。しかも風車の下には水車があって、潮の流れでも発電するんです。え、でもなんでヨブコに持ってきたの？その理由を僕も確かめに来たんです。すいません。お待たせしました。お、待っとった。お、ユウも乗ってきた？え？なる。急ぎ急ぎ、あよ。これがヨブコ大橋。潮に動けるわ。わかる？ほら、この辺だけ波に立っとるわ、少し。本当ですね。漁する船も全然おらんだろ、これ。うん、な、いないですね。あんまり潮早加減がもう。水車にはいい条件ですね。そう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 。風も強かろ、これ。ここは少し。風あるときはもう波あってな。もう走りにかごで波あって。風は強か、潮は強か。風力とかでここに浮かせて、うん、浮かしたらほらそういうふうに浮かせたら怒りつけないかな怒り、そこにほら小魚集まって、で魚礁の代わりというかさそこに小魚集まってこう魚とかやがって寄ってくるかも、あ寄ってくる、うん、あじゃあ漁師さんにとってもそういう面ではいいかもしれない、そう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 ここもこやが条件の悪かとこ漁、うん、にとってねさやがどこに置くならもう今回もほら電気は電話して作るかと言わせてでもこれは利用さるとかはもう利用してもでよかけ、うん、何も来て海人がだいぶ近くなったろ、うん、で風と潮強かけんさもうすぐ流れてくさここまででも帰ろうかもうよかろう、うん、呼ぶ子の町でもいろんなとこで電気が使われてるよね、もしスクイッドのようなものがどんどん増えていけば地元で電気を作って地元で使うことができる、このような暮らしも当たり前のようになっていくかもしれないね。